痛いです。私、骨折が出るんですけど、とか、あと、針が開いてるときに、上ってなったときとかに、お腹に力が入ると、やっぱり痛いですね。あと、こうやって座ったりしてると、前かがみになると痛いですね。うん、で、あと、出血もありました、トイレ行くと。トイレ行って、今日はなんか、ね、鮮やかな血が出ました。でも2週間か3週間も血が続くんですよね。最初なかったんですけどね、初日はあまり。初日は茶色い織物みたいなのが出て、でそこから鮮やかな血が始まった感じですかね。今日の朝食が届きました。今日はすごい目玉焼きにウインナーが乗ってますね。なんだろう、キャベツとサンドイッチ、なんかサンド、何なんでしょうか。ちょっと読みますか。あ、紅茶だ。紅茶がちょうど一杯分。紅茶でした。すごい。フレンチドレッシングって好きじゃなかったんだけど、なんかこのサニーレタスとさ、つけて食べるとすっごい美味しい。買ってきて食べよう。マンゴーだ。大好きマンゴー。とろける。このいやらしい風味がすごい好き。完食しました。
たんですよ。焼くと白くなるんですよ。それを見たんですよ。怖い、こうなってるんだみたいな。でも全然大したことなくて、あの妊娠にはもう問題がない状態になってるそうです。で、次生理が来たらもう大の鳥さんが来るようなことをしてもいいそうです、はい、でもそう言われても怖いですよね。なんかまだ整ってないし、次いつ来るかもわからないし。だって傷口、帝王切開の傷口だってどうなんですかね、戻ってるのかな。まだちょっと怖いですね、そう言われてもっていうのはあります。で、再発の可能性なんですけど、再発するかもしれないけど、年に1回の検診を受けて、まあ、行こうっていう、そういう感じでした。はい、死ぬわけではないけど、でも今のところは大した手術じゃなかったみたいです。なんか血液検査の結果もう異常なかったみたいです。なんか夫が今腹に来たんですけど、白髪があったそうですよ。本当に白髪があったそうです。どこにあったんですか、白髪。はい、はい、この辺に白髪あったそうです。急に、はい、急に結構長い。いつからよ。苦労してるんですか。最近苦労してるんですか。いかすか問題児がね、毎月毎月入院しますもうボロボロです。苦労してるんですね、はい、では答え正式には明日なので、夫が今面会に来ました。あ、今日は暑いですね。何度なんですか今日は。お昼は20度を超えるって言ってますね。はい、あ、今日は20度を超えるんですか。はい。あ、ってことは洗濯物ができるってこと。今日、あ、できるけど、昨日大々的にしたもんで。え？今日やらない。ないの全然。はい。おめえ呼んだんや。おめえ呼んだんや、俺は。いや、でもどうしてもさ、私は、あれだよ。私だって、あの、心苦しかったよ、本当に。今日はそんな仕事なんですけど、大事なお嫁さんなんですけど。はい。それは人にバトンタッチしたのに来たんだよね。あれじゃあ、あの、私だってもう何度もお断りしたんだよ。ダメです。いや、最初にお金をおさんかったお嫁さんって言われて。知らなかった。ダンドで言われて。最初にお金のことを聞いておかなかったのも悪いけど。それが一番悪い。でも最初になんでお金のことを言ってくれないっていうのか。え、呼んだと聞かないかも。俺何回マジまだ1回ですけど。いや違うよ、お前って何回来たの。俺3回。だから仕事行きますよ。え、嘘。本当ですよ。今から、はい、有給じゃないの。いや、半休。は、あ、そうなの。うん、どうしても面接があるもんな。あ、そうなの。うん、なるほど。する側だ。じゃあ、ありがとうございました。お昼ご飯が届きました。今日は牛丼、お漬物、これは味噌汁で、レンコンの天ぷら、煮物、わらび餅、ほうじ茶です。ではいただきます。野菜がゴロゴロ入ってますね。味噌汁。これ、あの、ゆかりがかかってます。ゆかり。家でもやってみようかな。これ、ゆかりが入ってますね。
餃子だ、餃子。すごい美味しい。このスープがすごく美味しい。ごま油が効いてて。これすごく美味しい。この味が好きすぎて、さっきのゆかり白菜をこの中入れちゃいました。具入れてやりました。美味しいんだもん、このタレ。これ、トウイチ美味しい。すごい美味しい、これ。うまっ。完食。へその様子がおかしい。なんかへそがくぼんでる。私今やっちゃいました。なんかお風呂入っていたらいきなり看護師さんが来て、いきなり大丈夫ですか大丈夫ですかって、なんかシャワーの外で部屋に入ってくるのが聞こえたので、あ、ここですって言って、お風呂のところに、あ、お風呂でしたかとか言って、ナースコールが鳴ってたもので、え、私お風呂に入ってるのにどうやってナースコールを押すことができるんですかと思いながら、いや、私何もないです、お風呂に入っているんです、お風呂の壁についてますもので、え、シャワーのあそこにナースコールついてたんですよ。こんなところについてたんですよ。それを私知らないで多分背中で押してたんだと思います。ち、看護師さんが手術する前におへそはひっくり返るんでって言ってた。これが多分ひっくり返ったおへそなんですね。徐々に治ると思いますが、1,2,3 3箇所ありますね。傷だらけになりましたね、私。まあ、これへそから出血してますね。へそから血が出てます。今日の夕食が届きました。今日は何でしょうか。これはなんかソテーですね。トマトソテー、美味しそう。ご飯、ほうじ茶、サラダ、かぼちゃスープ、デザートです。ではいただきます。何これ、すごいんだけど。うわ、美味しそう。エビちゃんが入ってる。美味しそう。ダージだ。なんかわからんか、これがすごく美味しいんだけど、美味しすぎる。なんかこういう切り方がさ、いいですよね。切り方は
置き方がおしゃれですよね。完食。